こういう問題はね、僕はあの永山君自身から手紙もらったりなんかしてる立場の人間ですから、永山君は非常に面白いあの性格でね、あのこれはあの私自身が差し入れたんじゃなくて、他の人間が竹中の書いた本を読んでみろって言って差し入れたんですよ。それを逐一ね、ここが違うとかね、ここは自分はこうだとか、もう無礼極まりない手紙で爽やかなんですよ。あ、なるほど。でこれはかなりね、文学的な資質のある人間だなって、あの無知の涙の頃ですけどね、はい、思ったんです。で、まあ、こういう言い方、今の文芸家協会とかペンクラブみたいな言い方をしますとね、少しおかしくなってくるわけですよね。というのは、文学者っていうのはかなりロマンチックに言えば悪魔と契約することですよね。で、誰でも一人心の中に物を書く人間、悪魔が住んでいる、で、その悪魔がいわばその無回遊な、現実の世界では無回遊な、ありえないような形の中でのさまざまな、まあ筒井さんの話で出たけど、彼なんかはその典型的なるものだと思うもの。だから、そういうそのわけのわからない、まあ、筒井さんの映画に私無理やり出されて、もうえらい目にあったけどね。で、そういう迷惑か、あの顧みない。で、芝居を一緒にあの見てもらうと、初めから終わりまでひっくり返って笑い同士で、芝居をしてる方がしらけちまうみたいなね、やっぱり変な人ですよ。で、知る限り野坂昭如も変な人だしね、極めて変な人ですよ、あれも。で、五木ひろゆきっていうのは常識的に見えるけども、実はこれまた変な人ですよ。で、今岡留君が言ったようにね、大体僕は知り合い、向こうも僕は変な人だと思ってるだろうけど、知り合いの作家、文学者っていうのは変な人多かったですね。亡くなられた草野新平さんとかね、その非常に変な人が多かった。で、変なために身を滅ぼす人もいた、けど考えてみたらみんな変な人なんです。あの過去からずっと遡ってね、そうです、ずっと遡ってね、あの佐藤春夫っていうのもかなり変な人だったし、川端康成さんだってあの自殺されるちょっと前にあったんですけどね、どう考えてもご病気だとしか思えない。突如怒り出したりね、で、目が、視線がこちらを見てないし、で、そういう人たちが作る世界じゃないですか、これは苔の世界、だけど彼らにしてみれば逆に今ある世の中が嘘っぱちなんだよね。なんであんな高いビルが建つんだって、あれは嘘だと、ゴミで島ができている、これは嘘だと、あの金属で作ったものは空を飛ぶって、これは嘘だと。で、自分が他人から苔の世界だ、創作だって言われている、そういう自分たちの共和国があるわけじゃないですか、その共和国は誰が入ってきたって構わないわけですよ、で、もし永山のりおを拒否するとすれば、当然拒否されるべき文学者っていうのはやたらと出てきますよ、まあ、あのヨーロッパはもちろんのこと、あの中国で言えばね、あの水滸伝っていうのを肯定して70回本とのこしらえた金星丹なんていう人は、国領公用なんて言って税金反対闘争でもって先頭に立って学生たちの首切れちゃうわけですから、蘇州に今でもお墓ありますけどね。と、金星丹さんが獄中にいてだね、文学家教科入りたいって言ったら、当時の文学者はどうだったでしょう、喜んで入れたでしょう、その証拠に徒歩は李白が流された時に、野郎という国へね、顛末にいて李白を思うって詩を作って、李白よと、文章は名の達するを憎み、つまり物を書く人間は決して幸せな、ね、簡潔した死に方しないんだと。で、魑魅は人の優れを喜ぶ、化け物たちはそういうふうに流されていく、李白がざまみろと、あの気違いがあって、気違い文学者があって、ごめんなさい、これは差別用語でした、しかし差別用語じゃなく歴史用語として考えてください、その狂気の人がね、その流浪していく、ざまみろって手を叩くだろうと。しかし今頃李白よ、友よと、君はベキラの淵に、あの屈原が身を投げたベキラの淵に自分の作った詩を投じて共に悲しんでるだろう、徒歩はそういう詩を、役人である徒歩はそういう詩を書く。だから犯罪人として護送されていく李白は、立派に文学者としてそういう友を持ち天下に認められてるわけでしょ。その他オスカー・ワイルドだってそうだし、ドクインシーなんてのは全然もう麻薬の小説ですからね。ドストエフスキーはカラマゾフの兄弟の中で最後の審判ね、お前何してきた、お前人殺ししました、何しましたかにしました、あれしましたと、でもお前は天国に行けるよ、なぜならばお前は家族を養ったからだ。
それが詩人の国じゃないですか。現在ある法と秩序の中でね、文学なんてのは生まれてくるわけやない、うん、でそういうことを考えてるとしたらね、今の日本の文学者は文学者じゃないです、うん、長山則を文芸家協会に入れません、ペンクラブに入れません、十条がヘチマコロンだって言ってるようなやつは全部これは偽物で、うん、作家といっても家を建てる連中、うんね、奥という金を稼いで長者番付の上に出る連中、こういう連中に長山則夫を、ね、裁判所やってんじゃねえんだから文学家は、うん、まるでその文芸家たちの集まりが裁判所を兼ねてるみたいなことをやって恥ずかしくないのかね、うん、本当に腹が立つけどね、うん、こういう人たちは全部詩人だとか作家だとかいう資格ありません、うん、なぜね、その一人一人はそういうね文学者なのにこう集まるとまた結局教会というものがつくと、それが権威を持ってしまうのかっていうのはね、分かります。これからにも影響するでしょうね。そうですね、はい。中川さんはどのようなお考え。私は文学についてほとんど素養がありませんのでですね、もうコメントのしようがなくて申し訳ないんですが、ただ一つだけ、この新聞の報道を見て感じた、うん、その時の印象を率直にご紹介しますとですね、こういうその論争をあるいはこういう報道をですね、この被害者の遺族の人たちですね、4人の被害者の遺族の人たちはどういう気持ちで読んでるんだろうという、そのことだけが頭に浮かびましたので、それだけ紹介させていただきます。うん、それは、竹中さん、古的な問題に解消すべきことではない。あくまでも、ね、文学っていうのは、ね、古的なものであるからこそ、ね、古的なものに還元してはいけないんです、うんうんうん、例えばその とんでもないド貧乏物語をね、笠井先生が書いたと。であいつはまるでね、本当に放浪者のルンペの生活してるって笑うな勝手ですよ、世間の逆しらなことを言う人たちがね。だけど本気に一生懸命になってそういう放浪の生活をしている人だって、例えば詩人の中には寺島珠緒って詩人がいる、釜ヶ崎でもってね、詩を書いてますよ。だけど普段普通の人の目から見て個人に返したら、あれのお父さん困るだろうねとか、別れた奥さんとおっしゃってだろうねなんて、まあ奥さんも何もないけどね、この人には。そういうことを言い始めると、つまりその文学者、詩を作ったり小説を書いたりする人たちに公序良俗を強制することになる。公序良俗から何も生まれてこない。もし生まれてくるとして、公序良俗からもし文学が生まれてくるとしたら、小学校教科書しか生まれてこないわけですよ。